ある日、二人の子が生まれた。荒川雅人と春日一番。二人とも闇の宿命を背負っていた。大丈夫ですか？うるせえ、そんな。行こうぜ、どうせ酔っ払いだ。やがて荒川雅人は、おい起きろや。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。闇から這い上がるべく、修羅の道を選んだ。ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。すでに殺害死体を見つけてる。今ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。わか、いつからそこに。そして春日一番は、俺はずっとこんな日を待ってました。親さんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。イチ、恩人に報いるため、一途な野良犬になった。恩人のために失った18年。再び恩人に尽くす日をずっと夢見ていた。しかし、やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやっさん。すまねえな、イチ。死んでくれ。野良犬はさらに深い闇へ落ちた。
真実をめぐる冒険が始まる。そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、本当に訳がわからねえんだよ。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。足立さん、あんたたちは頼りになるやつだって言ってたから。だから。危ねえ一番。闇に差し込んだかすかな光は仲間という希望の光。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。ここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。お前らは今日この私と青龍会をコケにしたのだ。しかし風俗反対。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。ブリーチジャパン。かすかな光を阻む衝撃の事実。おい、この写真。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ、都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。どういうことだ、青木亮を知ってんのか。違う、こいつは若だ。荒川マサト。それは皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。修羅の道を突き進む男の。俺たちはブリーチジャパンを見誤ってた。あいつらのバッグには近江連合がついてる。勘違いしてるようだが、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。怪しく歪んだ光の輝きだった。あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上、もう他人事みてえな顔はできねえんだよ。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。あの人なんで殺した、なんでだ。この場で質問できるのは俺だけだ。近いうちにお前の前からドロッと消えるつもりだったんだ。だってしょうがねえだろ。全員見つけ出して殺せ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだよ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってたよ。光と闇の行方、初めから全部持ってたのに、なんであんた
そんな人間に。己の宿命を制して。俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。男たちが手にするもの、宝の番人は俺だ。手にしたきゃその番人を倒して前に進め。やってやるよ。龍が如くセブン、光と闇の行方。